こんにちは、大阪サンスポの永田です。こんにちは、大阪サンスポの斉藤です。今週は、日曜日に行われる国谷再生局の、追い切りの評価について、話していきたいと思います。まず僕からなんですが、まずシングルアップを、したいと思います。松山騎手を手に、ショートコース完走だったんですけども、姉妹しっかり、席を入れられるとしっかり伸びて、ファハロン12秒6と、すがるいフォワークが目につきましたし、中2周になりますけども、疲れもなく、好調をキープしているかなというふうな印象をすごく受けました。安城の松山騎手もですね、本当にしっかり反応してくれましたし、本当に楽しみを持って臨めそうですというふうなことも言ってましたので、しっかり力は出せる仕上がりになったのではないかなと思います。あともう一個挙げるとすれば、ファンタジストですね。こちらは4ハロン、ハンドで、追われたんですけども、4ハロン54秒0と、全体時計は目立たないんですけども、ゴール前でこう追われて、最後のラスト1ハロン11秒8と、さすがの切れ味を、見せたかなという印象です。梅田調教師も、すごく、動いていたなと、すごい感心するぐらいの本当に出来で、久々になりますけれども、中6周と、ちょっと飽きましたけれども、それでもしっかり、力はこちらも出せる仕上がりになっているんじゃないかなというふうに思います。斉藤記者、お願いします。はい。夏場でこう、2歳ということで、感覚も詰まっているのも多くて、こうハンドでさらっとやるのが多かったんですけれども、その中で、散歩、調教がレース評価をつけたのは、中和クライミングですね。フェニックス賞から中2周になるんですけれども、今日はハンドで合わせるのは、川又ジョッキーが2周連続で乗って、やられたんですけれども、本当に最後まで馬なりで、時計的にも53秒0、12秒3と優秀ですし、こう格上の相手、平子倉田氏に最後、すっと一馬身に突き放したように、本当にこう力強い走りっていう中にもこう反応の良さっていうのもあったと思いますし、前走、ちょっと間隔空いてたのを人ただして、前走より状態は上がっているのかなと思いますね。前走が初めての芝でも、思った以上にこうスピードに対応できていましたし、ダートで勝ち上がっているように、週末、ちょっと金、土と雨予報も出てるんで、このままババが渋っても、パワーがあるんで問題ないっていう点も強調できますし、具合に関しては本当に、前走以上っていう、状態で、挑めると思いますね。もう一頭は、ルチアーナミノルですね。この今日、販路でこう姉妹重点で、さらっとやられたんで、全体時計こそ56秒2と平凡なんですけれども、仕掛けられてから最後の反応っていうのがこう、一瞬でこう瞬時に反応する感じじゃないんですけれども、こうエンジンがかかってからこう飛びの大きい走りでぐんと伸びるような感じで、ラスト1ハロン余力残して12秒3っていう時計をマークしていましたし、そうですね、現状まだこう緩さが残る中ですけれども、それ以上にこう動けるなっていう印象を持ってますね。だから能力はだいぶ高いんじゃないかなと思いますね。この小倉の小回りっていう点でこう飛びが大きいんでどうかっていうところあるんですけども、前走はすっと花を奪って、強い競馬していますし、あまりそう揉まれ込んだりしなければ、自分の走りができれば、っていうところですね。先週シュートでしっかりやれて今週サラッとっていう点で、中3周空いてて、思惑通りに仕上がったと思いますね。浜中ジョッキーも先週起動して好感触を掴んでいますし、今はこう2年前の同じ旧車のレールミドルの再現があってもいいんじゃないかなっていう、状態の良さを伺わせました。はい、以上です。